リッチリッチスペース。うん、足跡があるね。まあちょっと一回ね、はい、こんにちは。泥棒の足跡なのかな、血の血痕みたいになったけど、まあ、一応こっち側見てなかったから一回見てみたいな。で、この3番の部屋です。やあ、こんにちは。ん？これほら、血の血痕だ。床に何かの跡がついている。それともこっちか。うん、ふむふむ、事件の匂いがしますぞ。つまりランチのシチューがほんのちょっと目を離した隙に鍋ごとなくなってしまったというわけですな。ふむ、皆さんこれはれっきとした事件ですぞ。スープかい。事件？事件って一体。我が輩はポワン、実はこう見えて探偵をしていましてな。だからこういう時には結構鼻が利くのです。今回の事件もズバッと解決しちゃいますぞ。おお、まずこの事件で最も重要なことは、犯人が鍋ごとシチューを持ってきたところです。つまり犯人はあなただ。かわいそう。私、どういうこと、さっぱりわかんない。いやあ、すまんすまん。今のはセリフは言ってみたかっただけなんです。ご本真面目にやりましょう。しかしこれはなかなか難しい事件ですよ。つまり結局のところまだ犯人はわからないということですね。バカバカしい。僕は部屋に戻らせてもらうよ。そそくさそ部屋に戻るたがるあなた、実に怪しいですぞ。犯人はミスタートロン、あなただ。トロン様は絶対に違うわ。適当なこと言わないで、おっさん。おっさん。しかしそれでは一体誰が、本当の犯人はどこに。それ謎は深まるばかりだ。これってシチューがこぼれた後じゃないか。この後を追いかけたらきっと犯人がわかるぜ。もしかしたらあの脅迫状も犯人かもしれないぜ。根拠、物を結ぶなんて悪人に決まってるじゃねえか。おめえだな。は、何か用ですか？重病の鍋。証拠がないのに僕が食いしん坊に見えるだけで犯人扱いするんですか？え、シチューのこぼれた跡が部屋まで続いている？いいえ、そんなの全然知りません。もちろん引き出しの中に鍋なんかありませんよ。調べちゃダメですよ。引き出しの中。雑誌の奥に何かがある。厨房の鍋。ごめんなさい、僕が全部食べました。つまりあなたはランチのシチューがあまりにも美味しかったのでもっと食べてみたくなった。そこでコックの目を盗んで鍋ごとシチューを盗んでしまったというわけですな。はい、その通りです。
ほんの出来心だったんです。本当に本当にごめんなさい。罪を憎んで人を憎まず済んでしまったことです。今後このようなことがないように。それより君、そう、ヒゲの君です。この事件を解決するなんて我が輩は目に狂いはなかったようですな。ところで君の部屋に届いた例の手紙の件、我が輩を探偵とした車掌から話が聞きました。ここで話すのなんですから、我が輩の部屋6号室に来てください。あ、それから厨房の鍋はコックに返しておいてください。6号室。おう、ムッシュ、私の鍋見つかりましたか？おう、これはまさしく厨房の鍋。中身はすっかりなくなってますが、確かに私のものです。ありがとうございます。おう、待ってましたぞ。先ほどの事件ですが、なかなかのお手並みです。しかし残念ながら彼は脅迫状の犯人ではありません。なぜなら部屋には犯行の匂わすようなものは何一つありませんでした。ところで君は探偵の素質がありますな。よし、君は我が輩の助手として認めましょう。やべやべ、ちょっと寝落ちしてたし、もあぶねえ。そのひげその花、ズバリ君はあの有名なルイジ君だね。いやー、噂は前から聞いております、ルイジ君。ところで例の脅迫状の件だが、犯人は列車の爆発を予告していた。ファミリーが怪しい。君もそう思いませんか？あぶれ。あれ、ここどこだ？こなりきちゃんのプレゼントは影響教育セットがいいと思います。安っぽくてはダメだ。高価な車とか家とか。こなりきちゃんはまた早すぎるだます。ねえおじさん、チャンピオンの次は探偵してるんだって？じゃあ僕が本当に欲しいものを当ててみせてよ。本当？じゃあ僕が本当に欲しいものをおじさんたちが持ってきてくれたら代わりにいいものをあげるよ。ヒントは頭に差がつく。わかった？なあ、ダメだ。ね、寝てたぞ今私。大変。
大変大変。さあ、さがつく食べ物か。食べ物ゲームボーイですな、ルイージ君。子供は探偵をあれは欲しがりますか。大抵はあれを欲しがる。さあ、さがつくものってなんだ。テレサ、テレサ持ってってみよう。やばい、ちょっと寝落ちが寝落ちしちゃってる私。大変大変。2つ目、それはある人のサイン。もう分かっちゃったかな。サイン、サイン、誰のサインだ。ってことは戦いに出てるような人。あ、佐少さんのサイン。夕日の中を特別、あれこいつじゃないのかな。こなりきくんがプレゼントに欲しいもの、ムービースターの僕のサインとかかね。悪いね、僕は女の子にしかサインをしないことにしてるのさ。こなりきくんが欲しいものってこなりきくんがくれるとしたものじゃないのか。早く見つけてやんないと本当に爆発しちゃうかもしれないぜ。こいつじゃないのかな。みんな大好きちゃんいらっしゃい。これか、映画スターここにいたの。いらっしゃい、ダンディーなお方。とても難しい事件を解決されてるんですってね。頼もしいわ。そころで相談があるんですけど、聞いてくださるかしら。まあ嬉しい。相談というのは、この列車の中でなくしてしまった私の金の指輪を探していただきたいの。またゲームか、そう。金の指輪。散歩デート終わったよ。朝行ってきた。
車両内って言ってた。お昼も行かないと寝てるよ。金の指輪どこにあるの？指輪がないでござる。あ、ミスった。ピアスもなくなった。ピアス。これってゲームキューブのと全く同じ？リメイクって書いてあるけどね、うちはこれまだやったことないんだよね。はじめましてでやってるかわからないな。お金持ちの子供なのに可愛い夢ですね。ふふふだ。ダメだ、めちゃめちゃ眠い。ちょっとさ、途中寝落ちしちゃってたわ、ゲームしながら。ということで、ね、また今度やっていきます。おやすみなさい。ちょっと寝ますわ。おやすみ。